はいさーい、はいさーい、今回はですね、ヒットマンハーレーっていうお祭りがあって、ハーレーなんだな、それがヒットマンに関してはハーレーなんで、そうなんですね。ハーレーっていうのは木で作った船がありまして、それに人が乗って、それでボートを漕ぎ合い、なんか対決みたいな、それを見たプラスまた別のイベントがあって、アヒル取り競争っていうのがあるんですよ。あの海の漁港のど真ん中にアヒルを放し飼いにして、それをみんな飛び込んで取りに行くっていう謎のイベントがあるんですよね。自分とマサックス2人で出て撮りたいと思います。で、一応いろいろあるみたいなんで、まあいろいろ見ていきたいと思います。はい、場所なんか糸満漁港の中地区って場所みたいですね。ここら辺でいいのかな。ここに話す、この辺に話されたら困りますね。多分ここら辺であるんじゃん。あ、この辺でど真ん中でも、もう自分も初めて来るんで分かんないんですけど、スランスランっすね。でサバイバルお疲れ様です。都遠征お疲れ様です。ハイサイのいいところとか悪いところとか、一人一人の個性が立ってるところがいいところで、立ちすぎてるのが悪いところです。なるほどね。俺分かる分かる、たまにしか出てない。結構見てる人いますね。しかもね、今日平日なんですよ。月曜日です。そう、月曜日なんです。めっちゃ人多いんですよ。びっくりしました。子供が多すぎるっていう。学校行ってんの。学校行ってんの。交通規制もかけてるから学級閉鎖ですね、多分。で、聞くところによると、なんか大人の人も有給取るって休むぐらい、なんかそういうイベントらしいですよ。おーおーおー、すげえ。全員の息が大事なんだ。確かに。ハイサイ無理じゃするのこれ。みんなグダグダなんて体が悪い。すぐ転覆だ。アーモンドチョコレートクレープ。はい、アーモンド好きなんすか。いや、なんとなく、なんとなく。うまい。チンスコチョコクレープ。チンスコチョコクレープ美味しそう。あ、似合わないな。クレーム。俺甘いの大好きですよ。うま、うまい。座りが重いな。これが沖縄ですよ。ですね、そろそろアヒル取り競争が始まるんですけど、マサックスが今回超やる気なんですよね。どれくらいやる気かというと、こちらです。この勝ちに来てますね、この人は。いや、もうアヒル1匹や2匹じゃ足らず。全部捕まえよう。全部捕まえてやる。手、両手掴んで、口にも加えてバサバサバサって期待できますね、これは。服の中にめっちゃ入れていく。可愛くないですか。いや、浮き輪だったら多分泳ぎにくいと思うんですよ。こういうのだったら、あの両手が使える。あ、両手が使える。腰に巻いたらこうやらないといけない。自由が効くと、そっちの方が自由が効く。機動性が高いんですよ、こっちの方が。結構調べてきてますね。これ勝てますよ。これ取れるかもしれないですね。これで挑戦するみたいです。頑張ります。このまま楽な感じでいきます。しかもスリッパ見てください、これ懐かしくない。確かに、これ昔ありましたよね、スーパーとかにこういうのあったよなっていう。やっぱりあの大人たちが残してきた伝統を僕が受け継いでいこうかなって。ちょっと意味が分かんない。アヒル取り競争参加するのには受付が必要みたいです。危なかったですね。危なかったね、普通にそのまま登録して。子供たちが教えてくれました。じゃあ登録していきます。登録していきましょう。ちょっと今参加の申請ですね。こうするために並んでます、みんな。みんな必死です。みんなアヒル必死っていう。これみんなライバルって今のうちに倒しといた方がいいんじゃないですか。アヒルで一攫千金。これの力だ。天ぷらですね、天ぷら。天ぷら、沖縄の天ぷらですね。自分それ以前にこれにも驚いたんですけど、ティッシュがポケットティッシュっていう。イカの天ぷらって、しかもメンチカツ。イカの生イカメンチカツか。生イカメンチカツ。いただきます。決勝は目的前、うまっ。うまい。衝撃。どんな感じですか。あ、おいしい。あ、ピンクいいな。なんかエビカツ食べてるみたいな感じ。エビカツ。感覚的には。ま、沖縄の天ぷらはね、こんだけ分厚いんですよ、衣がすごく。これが、もうこれが主流ですね。こういう衣が分厚い天ぷら、かき揚げか。しかもこれ70円です。超安い。超安い。安いです。うまいっすね。プログラム22番。ありがとうございます。うまい。リゾート沖縄。記録4分2。おっ、スタートしました。早いっすね、くぐの。いやー、
おお、なにこれ、こんなのある。まさか転覆を祝うっていう。そういうことをね。カーブとかすごいですね。綺麗に回れるもんなんですよ。機動性社会すごい。はい、撮ってます。撮ったことやっぱありますありますよ。飛ぶんで、はい、マサックスもスタンバラの横しゃ、かわいい。かわいいとかね、機動性を重視したガチです。用意スタートで飛ぶんじゃなくて、あれで北斗さんなるほどなるほど、上からポンポチです。ありがとうございます。様子見もちょっと大事ってことです ね。最初飛び込まないでちょっと様子見ましょう。 あれがじゃないですか。アヒルの船ですか。来たんじゃないですか。アヒル戦来ますね。アヒル戦あの中にいっぱい入ってるわけですね。飛んでるやつが飛んでる。本当だ。最初から参加あり。ありなの。ハローさん、準備体操しなきゃ。だから焦っとります。準備体操して。焦っとります。こんなバチバチしてる空気だと思わなかった。みんな行ってますね。わさわさしてます。わさわさまだみたいですね。まだこっち側はまだ作戦があるらしいんで。大人の作戦が。あー出てます出てます出てます。アヒルが放流されてますね。不思議な子。たまにみんな追ってますね。こんな感じですね。アヒルさん、もう今飛び込んでるのはもうダメ。初心者ですか。初心者みたいな。アヒル潜って泳ぐんで。あ、あれですか。そうそう、ほらほら、いない、いなかったほら。あ、本当だ。潜って来てくださいよ。ほら、出てこない。やばいっすね。あんなに潜るんですね。わからん。あ、ほら、2匹。来た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 。なるほど。捕まえてる捕まえてる捕まえてる。おお。すげえすげえすげえ。本当だ、捕まえてる。これオーディオありなんすかね。来ましたね。すごい。わー、ショー来てるよ。アヒルとスイカ取ってますね。すごい。アヒル今のところ、近くにアヒルいないですよ。大丈夫かな。ただ楽しんでますね。ただただ彼は楽しんでますね。浮かんでるだけですからね。二人でただ海に来ただけですね。めっちゃ楽しそうっすね。いや最後まで上がったらダメ。探して全部説教を受けてますね。飛び込んでコーヒー問題お疲れ様です。普通に楽しい。楽しい。なんか楽しそうっすね。普通に楽しい。満面の笑みでしたからね。いや金を掴んだんすけどね。本当残念ですね。残念ですね。終わりました。やっぱ敗因はこれこれ。おおびっくりした。1万円で。1万円で分かってます。大丈夫です。ああ、アヒルさんですよ。大丈夫ですか。本当にいいですか。あ、本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらの
方々からアヒルをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。株式会社玉城金城工業ドラゴンパワー思い出。思い出というか。思い出ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。アヒルの方、リスナーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。YouTube で。楽しかったっすね。楽しかった。すごかった。普段見れないものとか。本当に。貴重な経験ですね。こちらも。うわあ、ちょっと鶏の匂いする。鶏の匂い、鶏の匂いもの匂いが。これをね、持ち帰りたいと思います。食べる予定です。ということで、糸満のハーレーでアヒル取り競争に参加してきました。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。開催、なんと。スマホからでもクリックした関連動画に飛べるようになったんだ。こっちをクリックするとパソン、なんと関連動画に飛ぶことができる。そしてこちらをクリックするとパンチャンネル登録ができるようになるんだ。パン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 さよなら。